ウォンウィアミア駅は、バンコクにある、タイ国有鉄道名クローン線及びバンコク、スカイトレーンシーロム線の駅である。両駅は、乗り換え駅となっている。タクシン通りを挟んで、タイ国有鉄道の駅は、トンブリー区側に、バンコクスカイトレーンの駅は、クローンサン区側に位置しているため、両駅間は少し離れており、徒歩で10から15分程度かかる。 タイ国有鉄道名クローン線は民営鉄道として開業した歴史を持ち、現在の東駅付近を含む東側区間のクローンサーンマハーチャイ間が1905年1月4日にターチン鉄道として西側区間のバーンレームマイナス名クローン間が1907年7月12日に名クローン鉄道としてそれぞれ開通している。 1926年2月12日から1955年までの間は、クローンサーニ駅バーンボーン停車場間が電化されており、電車の運行も行われていた。内燃化後も東側区間については、運行本数は多く、時間帯により最短30分間隔での列車運行が行われている。開業以来、マハーチャイ線は、 チャオプラヤー側ウガンに面したクローン山駅をバンコクのターミナルとしていた。しかし、1960年代にバンコク市街地の踏切による交通渋滞を緩和する目的でタクシン通りとの平面交差地点移動の区間が廃止された。それ以来、タクシン通りの西側に面した当駅が奇襲点となっており、バンコクから 郊外南西部を結ぶマファーチャイのターミナル駅として、機能している。片面ホーム一面一線の地上駅。小規模な駅ではあるものの有人駅であり、ホーム上の切符売り場で乗車券を発売するほか、運転取扱いの駅員も配置されており、到着列車入線時の停止位置現時、出発時の合図等を手信号により入っている。かつては、着回しのための施設や、 工場入り出場車両の改装線があったが撤去された。ホーム上には多数の露店が並ぶほか、線路を挟んだホームの反対側にセブンイレブンがある。バンコクスカイトレーンシーロム線の延伸により、タクシン通りの東側に建設され、2009年5月15日に開業した。国鉄マハーチャイ線のオンウィアニア駅はタクシン通りを挟んだ南東側の やや離れた場所に立地しているが、徒歩での連絡が可能であり、メイクロ温泉沿線地域とバンコク都心部とのアクセスが大幅に改善された。開業より3年8ヶ月ほどは終着駅であったが、2013年1月12日にポーニミット駅まで延伸開業したことにより、中間駅となった。相対式ホーム2面2線を有する高架駅である。 駅改装、対鉄道旅行 P299、王国の鉄路対鉄道の歴史 P127 から128、王国の鉄路対鉄道の歴史、P221 から223、鉄道ピクトリアル2000年6月号、p 1六6 9クローン山駅までの本線を、非営業線として残地したもの。旧駅跡のチャオプラヤー川わしと真っ赤山。 鉄道工場との間は車両を端けに積載して輸送した。ありがとうございます。